新潟市港南区、天野付近、ヤヒコ村6付近、新潟県道2号、新潟寺泊線は、新潟県新潟市港南区から、長岡市に至る県道である。新潟市内の区間は、県道16号と共に、港南区と西区を結ぶ、旧市域郊外の外環状線として機能している。内野からは、いが市赤塚の砂丘地と、ヤヒコ山、角田山など、 日本海沿いにそそり立つ山地の登録を走り、品濃川の分水路である大川津分水を渡り、魚の雨横で知られる長岡市寺泊地域中心部に至る。大半の区間で北国街道に沿っており、そのまま原道となっている区間もある。沿線には、ラムサール条約登録湿地の坂田のほか、上関方、岩室温泉、角田山、ヤ彦山、ヤ彦,彦神社、 八彦温泉、国上の山など観光スポットが点在する。なお、一部区間において、新潟県道802号の県道番号標識が設置されていたことがあったが、現在はすべて県道2号の標識に訂正されている。認定当初は、新潟市内野町の内野4つ角交差点が起点であったが、国道116号のバイパス道路開通に伴い、 新潟市境の境交差点が起点となった。その後1985年に、千歳大橋が開通し、新潟県道16号新潟亀田内野線の経路変更に伴って、道路線の経路も変更され、新潟市天野山頂目が起点となった。さらに1994年に、万越自動車道が開通し、道々に並行する県道16号のバイパス道路が、 開通したのに伴って起点は現在地に変更された。新潟市西区北条付近八彦村上泉付近。右側が県道2号岩室バイパス開通により指定解除された旧道。北国街道の標中が見られる。他方温泉大路の湯付近旧道が県道指定を外れた路線は、祭事、旧道が引き続き県道2号に指定されている路線は、太字で記述する。 来て内野長官は、主要地方道新潟亀田内野線時代のバイパス道路も記載する。新潟市西区内野四つ角交差点ここから、西側の区間はおおむね北国街道に沿って走る。主な橋、編集新潟市内の橋町は、新潟市ホームページより、道の駅編集2010年度平日24時間交通量。ありがとうございます。